宮本さんにお伺いしたいんですが、エビ会の脚本演出を手掛けるにあたり気をつけていらっしゃることは何かありますか？お願いします。ですね、あまり長くしない、あまりセリフをたくさん書かない注文があるんですね。いや、まあ、まあ僕は現代劇しか書いたことなかったので、前回、書いたらですね、異常な長さだったんで、これ長いよって言われて、確かにそうなんですよね。すごかったですね。3時間で終わんないような感じでしたね。で、それは確かにそうなんですから、ちょっと今回はそれをかなり意識はしましたけどね。だからもっとこの説明がこんなにたくさんの文言葉じゃなくて一言で言えるんじゃないかっていうのはちょっと気をつけました。で、それはなんか現代劇にも応用できることなんだろうなと思ってますけどね。2時間まとめる。はい。はい。天野さんお願いします。まずはエビ、今回の、5つのお話ということで考えると、やっぱりこのご家族が見れて楽しめるもの、すごくその歌舞伎的な面白さも存分に入れながら、やっぱりもう世代を超えてみんながいや楽しかったなというふうに持っていきたいというのが僕の中でやっぱりあります。なので普通の歌舞伎公演とは違うというふうに僕は理解していることと、あとやっぱり海老蔵さんがこのキャラクターでいらっしゃるので、とにかく僕は、大人になろうと思っております。稽古場でなるべく落ち着いて一つ一つちゃんと仕上げましょう、稽古やりましょう、稽古やりましょうっていうふうに海老蔵さんに言うのが僕の役目というふうに頑張っていますね。内容的にはいろいろ考えてますが、今日はこれ辺でよろしいですか？ありがとうございます。で一番まあ宮本さんが一番大人だと思いますから、ね、ちょっとあれだけど自分が大人、年齢上じゃないですか、うん、それは年齢なんです。だって見てください、かわいいか俺は普通子供でいられるんだけどな、この結果ではここではね、まとめなきゃいけないとか、こうやりましょうやりましょうっていう感じですよ。でも皆さん芯はしっかりしてらっしゃるんですか？いい意味で本当に自由奔放に芯はしっかりしてらっしゃるんですか？あ、そう、いろいろ言おうと思ってるんで、はい、すいません、どうもありがとうございます、はい、では、お時間も限られてますので、あともう一人質問を受けさせていただきます。はい、お願いいたします。すみません、エンタメターミナルの住川と申します。海老蔵さんにお伺いしたいんですけれども、日本昔話を題材とした演目として今までやられてきておりますが、今後まあ、日本の子どもたちだけではなく海外で上演するようなことっていうのは想定されていたりしますでしょうか？この作品を、はい、エビ会をですね。エビ会を今まで上演したの。ああ、それはありますよ。もう早速行こうと思ってます。はい、ありがとうございます。ちなみに早速行こうとされてのシンガポールですか？どちら？何ですかそれ？外国固有名詞。いや、どちらか伺ってもまだいや、どうなん？まだ発表は NG ということで、はい、ここまでとさせていただきます。では、お時間も限られていますので、続いてはフォトセッションに入りたいと思います。準備がございますので少々お待ちください。一旦、海老蔵さん、天野さん、宮田さんは入っていただきます。